昨日は実験室にいたから起きるのが大変だったわ。説明？無知は彼らの罪であって私の罪じゃないわ。私の背がまた縮んだって？そんなの見間違いよ。説明？無知は彼らの罪であって私の罪じゃないわ。私の祝福が欲しいの？心配しないで、ちゃんとあげるから。さあラットさん、祝福を受け神聖を手に入れましょう。どれが本当の私？さあね、当ててみて。肉体は思想の枷に過ぎない。それを破ったらより広い世界が見えるわ。わからないわ。どうしてみんな私を警戒するの？蛇の急所？ラットさん、私に何をするつもり？私の背がまた縮んだって？そんなの見間違いよ。